どうもライスゲームズのライスです。では実況やっていきたいと思います。ライスでレディーゴー、ウィッフー。前回は、ゼノの小杉にあれだよな、やられちゃったっていうかあれになっちゃったんだよな。よし、アカリンで行くぜ。あ、待てよ。あ、いやいや、よし、まずこいつをぶち殺します。ちょい待ちなんさ。天気でございますな。ワイはゼニの子ちゅうもんですわ。ということで戦うぜ。行くぜ行くぜ。アンさんボコボコにしますぜ。ということで戦います。しゃー、ぶっ殺してやるぜ。そうだな、やっぱりな、やっぱりこいつをな、物知り。ゼニの子だよ。とってもがめついたやつみたいだね。最大 HP は70で、最大攻撃は10、防御力は6だ。時々甲羅で俺らたちを攻撃する攻撃のせいだ。ということでやっていくぜ。これは前回説明したような気がする。しゃあ、もう超久々だからな。どうしようかな。まずこいつの攻撃力を下げとくか。力を抜いて、これ時間は止まる。どんだけ来ないのかな、まずやってみよう。食らえばラッキー。食らえ、時間よ止まれ。はっ、なにー。うわー、ナイスー、ナイスじゃない。無理だなこれ。力を抜いてして、力を抜いてやって4ガチで4か。まあで、その後レサレサでガードして、ガードっていうかすり抜けて、まあそれでいくか。攻撃よりも防御重視でいくか。レサレサ突き通り、よしよし、オッケーオッケー。はい、で、ここで回復やな。次で増回、いや、しかもね、これでガードして4や。ガード失敗すれば6や。よし、来た。で、ここで仲間チェンジのホプク。ホプクの雲隠れ。えいえいえい、おっしょ、オッケー。で、どうしようかな。ガッツンジャンプ、あー、おいや、1かですよね。よいしょ、痛い。雲隠れ、頑張れ。仲間チェンジのアカリン、アカリンのビリビリに、電撃クラッシュやってみようか。あー、効かんか、やっぱり。あー、ダメだな、突き疎開。えい、わっしょい。うわー、なくなったな。これ無理だな。よいしょ、よいしょ。これで、あれなんだ。無理だな。いや、次攻撃外れるんじゃない、さすがに。ここ食われたか。無理だな。無理だー。
しゃ行くぜー、これで倒せるだろう。アイテムをねいっぱいちょっと買ってきました。こんな感じで、ストーン帽子を4つ、タンコブを2つ、雷特艦を4つ、まあ、こんな感じでやっていくぜい、ぜい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 。まずアイテムをストーン帽子使う、はい、はい、効かない、分かった、よし、で、アカリンでずっとこいつやる、ふん、よし、はい、効かない、ふん、よし、ね、はい、効かない、あ、もうなんか、はい、ここで、力抜いて、力を抜いて、発電、発電が3ターン、3ターン3回分すればいいけど、こいつは4回するから、まあ、テクニカ4か、変わんなくし、ちょっと見れるし、はい、よいしょ、で、ここで貫きジャンプ、よいしょ、よいしょ、で、ビリビリ当たる、ピッチョーン、14、554、完璧、で、まず先に、アイテムは、カメドカンが2つ、これ勝ったな、これで勝ったな、ビリビリアタックを成功させれば、俺の勝ち。よっしゃー。で、これアイテム2回、この4カントーン。はい、ファーン。やったー。そして、カメドカン、最安い。やっほー、終わりー。いや、しばっても倒せるもんは倒せるな。イェーイ。ワイに勝つとはアンちゃん、めちゃめちゃ強いんだよな。ワイの負けですわ。ほな、さいなら。バイバイ。レベルがなくてもこれで倒せるっていう証拠ができたな。ストーン帽子とアイテム2回ん2回を使うアイテムを使えばな、簡単に倒せるっちゅうわけです。じゃあで、そうですね、あともう一つやってないことがあったので、そちらをちょっとちゃちゃっとやってみようと思います。おいと、はい、ではね、ね、これをね、これをやりたいと思います。お菓子の素と、レモンを使えば、じゃあ、レモンの素とレモンで作るわね、ということで、はい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 、シャッ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 と、あ、ジュージュージュー、フンフンフン、ワッファッファー、ということで、はい、できたー、レモン飴、キャッシュが作ったレモン飴。さて、これを何に使うかって、これは皆さん知っての通り、そう、あれです、あれですよ、あそこで使うんですよ。僕が一撃で死んでしまったあいつに使うんですよ。よいしょー、ファイト、消してやりします。よいしょ、へへへ、はい、来た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 、さてさて、お前だわい、ん、くんくん、レモン飴の匂い、あんたもしかしてレモン飴持ってるの、あたしそれ欲しい、レモン飴欲しいよ、お願い聞いて、レモン飴くれたら私のお金もあげちゃうよ、ということで、レモン飴をあげるとこんな感じに幸せ、おいしいってなります。もうめっちゃ食ってるなあいつ。そしたらプラスパワーをゲット、ウェッホー、もぐもぐもぐ、おいしい、おいちいでちょ、で、こいつとは戦えなくなるので、その時はリセットしましょう。くんくんくん、あげない、ムカ、キチンボーなんだ、そんなやつにお宝あげないよう、欲しいんだったら私をやっつけてみな、戦う、なに、やる気なの、私はマジで強いんだよ、それでもやる気なの、あー、やります、よし、やいくぞ、ということでどんどんやっけちゃおう。あ、ピンチだ、大丈夫かな。で、まずは物知りで、はい、ブラックヘイト、ブラックヘイホーだよ、死神ヘイホーとも言われている、きっつい攻撃をするんだって、これ一回読んだわ。あー、 HP10 か、 HP10 か、あー、 HP こういうの12か、うーん、まあなんとかなりそう。ウィーン、
レサレサで10回攻撃、あ、5回攻撃すれば勝つから成功すればの話だけど、アリステンリンゴ、あとこれを4回だ。えい、効かないぜ。アリステンリンゴ、あと20か、対戦に成功すれば。タンコブ、タンコブで1回回避して、時間に取られたら効かないから、力を、いや、タンコブじゃん、1回タンコブで回復で1回レタレタで行ける。この後力を抜いて押して、力を抜いて、ほいほいほい、はい、すいません。で、ここで力を抜いて押して、力を抜いて、はい、で、これで、3減って9で、危険な状態にわざとする。ピンチの状態、よいしょよいしょ、終わり。普通に倒したぞ。いや、結構きつかったな。やっぱ重縛り結構きついな。しゃあ、プラスパワーか、よしプラスパワーゲット、よっしゃ。さて、次の面に行きたいと思います。ほいと、よいしょ。次の面はね、実はね、ここに繋がっているという、まさかのね、パイプダンジョン系にね、あるという、そう、こっちの道をね、進んでなかったと思うんで、こっちの道を進んでいきまーす。これ、ひれなかったっけ、何もない。で、こっちに、あ、たたたたい、うぃっと、えい、いけそう、忘れとったー、忘れとったー、すげえ忘れとったな。クリオ、行くぜ。このシーリー、ビッグゲット、ビッグゲットだよ。それにしてもすっごいでっかいね。こんなやつに、でかいやつ、こんなにでかいやつ見たことないや。最大 HP は70、攻撃力が5、防御力が0だ。見た目通りの攻撃力が高いんだ。しかも怒って真っ赤になるとさらに攻撃力が上がるんだよ。時々小さなゲットを生んだりするんだ。結構厄介な敵もね。コイン5か。まあ大したことないな。ガードすれば3だし。アイテムはね、アイテムは超ねえぞ。ガッツンジャンプ、どうしようかな。ミニミニングやっとくか。よいしょ。よいしょ、ちっちゃくなれ。一回ミニミニになった。ポイントが半分だったぞ。ガード、ゼロ。強いな、さすがマリオだ。で、レサレサだな。やっぱね、相手がね、防御力がゼロの時はレサレサがかなり効果的なんだけど。よっしゃ、いけ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 い、これでレベルアップだ。あとレベル上がるのは3回か。3回以上レベル上げちゃいけない。こっからね、レベル上げちゃいけないっていう縛りになっちゃうから、結構敵をね、無視しないといけないんだよな。そうしないと上げちゃう。何かなかったっけ。あ、無理じゃん。とりあえず奥行こう。レベル上げ禁止になっちゃうからな、そろそろ。あ、この奥だ、この奥。あ、じゃあ上になんかあるの。これはなんだ、結構絶対なんかこっちあるやろ。えい、ほら、傷がなくても分かるんだよな、こっち。いやいやいや、どうも、私はボタクールというものです。ここをよく見つけましたね。実は私、ここでひっそりと商売をしてるんです。幸運な、あの特別なあなたにいいものを差し上げます。60ポイントでお買い上げですか。あ、ないんだけど。あ、こいつね、あれだ、星のかけらを売ってる人だ。あ、そうだそうだそうだ、怪しい鍵。あ、いいねいいねいいね。で、ここがどこにつながってるかというと、はい、ここですね。全然開かなかったここなんですよね、本当にね。じゃあ、とりあえずあそこのトゲのところ、ちょっと気になるのトゲのところを行ってから、次のステージに行きたいと思います。
これまだ無理なんだよ。あの、トゲのとこ行かない。行けないから。うまいな、俺。さすが、ポコピー。パコパコパコピーピピピーよいしょ、えい。やっつけアタックで倒せんかな。おい、無理だった。これもしできんやったら最初からだぜ、マジで。最初からになっちゃうぜ。おっと、シェースーパーハマー。なぜこのブロックはなんであれ入らないの。いまだに出た。よいしゃー、えい、まやー、おい、あ、おい。うわ、この宝箱はなんだ。ウルトラブーツ。マリオのジャンプ力の攻撃力がアップ。さらにジャンプ中にもう一度押すとトルネードジャンプができるぞ。ということでトルネードジャンプ、トルネードジャンプ、よっしゃ、決まった、マリオ。これで次の面に進むことができます。これでコインモドールでいっぱい金ゲッチュやな。多分ここと、ここと、はい、オッケー、よっしゃ、完璧。はい。あ、でもね、次のステージはね、カメキーがね、あ、カメキーが役に立つステージだったと思う。今回はね、ずーっと役に立ってなかったからな。まあ、そろそろ役に立ってもいい頃なんじゃないかな、カメキー。唯一ね、クリオだけはね、攻撃力6だからね。あれ、いや、よっしゃー。あれ、俺このスーパーランク取ってなかったっけ。吹き飛ばしか。ジェット噴射、しびれ、いらんな。乱れ旅にするか。さあ、パルテオ強くなるのだ。次の数面がわからないぞ。あれ、どこだっけ。え、比較閉ざされるって言ってどういうこと。お、ここにもウルトラランクが。やったー。じゃあ、そうだなー、絶対噴射、よし。ギュルル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 ルはい。本当にわからないときは、占い師をちょっとね、占い師に聞いて、あ、なんか言ってる。お、お主がいいところに来たのである。お主にお客さんが来てるのである。あれ、こんなイベントあったっけ。はじめまして、僕、星の生まれる谷から来たのです。星の生まれる谷は、遥か北の最果ての地、寒い寒い地方にあるのです。谷のスタールさんがマリオさんに伝えなきゃいけないことがあったのです。星の生まれる谷のスタールというのはわしの息子なのである。どうやらあいつがお主を呼んでるやついのである。何か星の生たちに関する大切な用だと思われるのである。であるからしてマリオよ、お主が星の生まれる谷へ行かなければならないのである。必ず来てくださいでし、僕は先に帰ってスタールさんに報告するでし。確かキノコタウンの地下の奥に寒い寒い村につながる土管があったはずである。その寒い寒い村の先に星の生まれる谷があったのである。マリオよ、急いで星の生まれる谷行くのである。そこか、なるほどね。わからん時に行くんじゃなくて、まさかだったな。そこ、ここにあったか。ここにイベントがあったのか。全然覚えてなかったな。本当に覚えてなかったな。で、これでいけるようになるんだな。よっしゃー。なんだよ、先言ってくれよ。ここか。よっしゃー、来たー。寒い寒い村に来たぞ、ついに来たー。やったぞ、おい。で、こっちの左側に、はい、やっぱり、スーパーランクがあるわけですよ。あかりん、吹き飛ばしはいらんだろう。あかりんにしよう。
さあ強くなるのがアカリン。アカリがスーパーランク、ウルトラランクになりました。ということでどんどん。これなんか何もないね。もう凝ってるね。素晴らしく凝ってるね。さあ行くぞ。無限の彼方へ。ステージ7。最悪の地。ではね、今日はここまでにしたいと思います。ではここまで見てくれた方ありがとうございます。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー、はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。